で今のところその何らかでその統一教会良くないよねって言ってる人が全然増えないですよね。もともと保守系の発言をしてる、元エジプト人のフィフィーさんとか、その日本人じゃない人が、そのなんか、その統一教会良くないよねって言ってるインフルエンサーになってるっていうのはどうかと思うんですけど、で、あとその、なんかリベラル系のその町山さんだったりとか、まあ、もともとその統一教会の被害者連絡会とかやってる紀藤弁護士とか山口弁護士とか、で、あと、まあ、その統一教会っていうか、カルト系、オウムの時代からその調査をしてた有田さんとか、有田芳生さんとか、鈴木エイトさんとか、でそれ以外のコメンテーター的な仕事で反統一教会的なことを言ったのって百田さんとデーブ・スペクターさんぐらいしか知らないんですよね。でデーブ・スペクターさんも外人じゃないですか。で、まあ、僕もフランスに住んでるじゃないですか。だからなんか日本にいて反統一教会でガチでちゃんとやってる人ってあんまいないですよね。百田さんは良くないよねって言ってるけど、別になんかそれで表向きなんかすげえ頑張るかっていうとそうでもないみたいな感じなので、なのでなんか一水会の人とかはちゃんと統一教会良くないよねって言ってるんですよ。なのでなんか保守って役立たねえなこういう時っていうのがなんか僕の感想です。はい。なんかいやだからなんだろうね、その日本人を守るべきだよね、だから防衛費を積み立てるべきだよね、僕は正しいと思うんですよ。その日本人が死んでしまう可能性もあるから、他の国が日本を攻めたくなくなるように防衛費を上げるは分かるんですよ。でそれは日本人の被害とか日本人で死ぬ人を減らそうとしようっていうのであれば、もうすでになんか韓国のカルトに食い物にされてるっていうのがあったら、その団体潰そうぜとか被害者減らそうぜって なるのが普通じゃねえのっていうふうに僕は思うんですけど、だからテレビ番組とミヤネ屋さん頑張ってますね。はい。